山崎颯一郎が出ます。では織姫で一番人気あるんでしょ、織面ランキングトップです、ね、うん、さあここは山崎颯一郎がマウンドに上がります。今シーズンこれが24試合目のマウンド。9回の1点差のこういう感じってどうですかね、はい、そうですね、去年あたりありましたかね。そうですね、昇進対決ですね。109です。ストレート158キロ、素晴らしいですね。今いい角度しましたが、ここもまっすぐ高め、フォークにつながっていくんで、ストレート6球目フォーク、素晴らしいですね。先頭秋広三振でワンアウト。今ねこれ、はい、フォークのってありえるんで、はい、若月ね外に来いよっていうすごい、ね、いい動きしてましたね、はい。バッターは岡本和真、初球フォークボール。キャッチャーのそういうのってピッチャーはすごい感じるんだね。なるほどね、ジャイアンツの攻撃、フォークボール、これでツーアウト。これも外へのフォークでした。そうですね、はい、思ったよりも落ちなかったんですけどね。でもいい、まあバッターはどっちも頭入れなきゃいけないし ね、 そうですね、このスピードですから。ツイックで投げてストレート、159キロ、アウト3つ全て三振で奪った山崎颯一郎。バファローズビクトリー、バファローズビクトリー。